にしても今日のバーベキューあっという間だったね。お肉もいっぱい食べれたし私は大満足よ。合計でどのくらい食べたんだ？2皿分、3皿分、4トン。1皿半何回負けたがおかしいやついたぞ。キャンプといったら熊と格闘して肉を手に入れるのが常識よね。それ主人公が狩猟する時のやつ。加藤ごめん眠くなってきたから運転代わってもらっていい？近くに駐車場とかあったっけ？それじゃあ手を離すね。さあ、ちょっと待って考え直せ。うわこいつ本当にやりやがった。いけいけぶっ飛ばせ。赤見ちゃん酔っ払ってるの？ほら加藤くんが1杯3万円の水を持ってくれるってよ。マジで？加藤やるやん。吉田が払うんで今回立て替えておいてください。そういや関係ない話なんだけどもコンビニとかサービスエリアって近くにあったりする？ここからだとあと20分くらいかな。へえそうなんだ。ところで関係ない話なんだけどさ、私の膀胱が今にも破裂しそうな話する？それ話変わってないね。吉田くん5倍のスピードでぶっ飛ばして。千夏ちゃんだけじゃなくこの車にまで被害が食らうことになるぞ。交通ルールを守るか友情を守るかどっちを選ぶ？印象操作だろ。汚ねえぞお前ら。でもさっきお前運転中に手を離しただろ。あれはノーカウントです。ごめん吉田くんゆっくり走っていいよ。よしお前らしっかり捕まってろ。ギリギリ振り切れるまでぶっ飛ばせ。なんとか間に合ってよかったよ。限りなくアウトに近かったけどな。なんならちょっとアウトだったよね。にしてももう当たりが真っ暗だな。どうしようかな。僕もみんなも疲れてるだろうし近くのビジネスホテルにでも一泊してく？それいいね。ちょっと携帯で近くのホテル調べてみるか。一番近くてここから5時間だとよ。車中泊した方がマシだな。そうだ、女子組にちょっとドッキリ仕掛けてみないか。車は爆発させないよ。ドッキリレベルが海外でさ、ちょっとだけ山の方を車で走っていってびっくりさせてやろうぜ。何それ面白そう。ってな感じでみんなトイレはもう大丈夫かな？バッチリ。オッケー。それじゃ出発するよ。ねえ本当にこの道で合ってるの？なんかさっきからすごい山道走ってない？駅のせいじゃないかな。ちゃんとカーナビ通りに走ってるよ。お前嘘せたか。秋のせいか。言われてみれば普通の道にも見えるかも。ここは昔デスロードと呼ばれていたんだよ。なんか聞いたことあるかも。別名神の道、バルカン戦域での惨劇、日の7日間が起こったと言われる最悪の通り。あんのマジであるの？俺だけ知らなかった感じ。全てを焼き尽くす戦場と化したこの場所はペリー来航をも妨げたと言われている。俺らの国はこんな道に鎖国を強いられていたのかよ。あれ、ちょっと待って、車のエンジン止まったんだけど。えにゃ、なんだこれ、どうなってんだ。ガソリンはまだあるしな。バッテリーが上がったのか。ずっと運転してたしそれはないんじゃないか。私たちこんな森の中で立ち往生しちゃったってこと？ってことは合法的に夏休みが続くってことね。何それ最高やん。ここにいる限りレッツパーリーし放題なのか。お前らの頭の中がレッツパーリーしてるだろ。とりあえず携帯で車修理してくれるところに電話した方がいいんじゃない？確かにそれもそうだね。残念、圏外でした。吉田くんのスマホ回線は楽天か何かなの？待って、言うの俺も圏外だ。お父さん圏の私も圏外よ。有給も圏外ね。みんなスマホ回線バラバラって逆にすごくね。いろんな名前使うことによってスポンサーはいませんよっていうアピールになるんだよ。金の匂いがした人間は終わるって聞くからね。これが YouTuber なりの配慮ってことか。携帯も繋がらないし、さっきのドライブインまで歩くにしても何時間かかることやら。悪いけど今日はこのまま車の中で寝ることになりそうだ。みんな驚かせようと森の中に入ってみたんだけども、こんなことになって申し訳ない。気にすんなよ。よし、俺ら友達だろ。勉強のくせに何言ってんだこいつ。でも車中泊って初めてだし面白そう。みんなでトランプしようぜ。ドナルド・トランプの連絡先知ってるって？耳の中に中指でも詰まってんのか。残念、持ってる連絡先は会社の人といつめんと家族だけでした。うわこいつ絶妙に突っ込みづらいレパートリー出しやがった。キャンプで疲れてるだろうしみんなもう寝ようか。それもそうだな。椅子を限界まで倒したらいい感じに寝れるね。お泊まり会みたいで逆に目が冴えちゃいそうだよ。冴えすぎて目からレーザービームが出るかもしれん。いいから寝てくれ。ほんじゃおやすみ。おやす。おやすみ。これでやっと静かになる。ねえまだ起きてる？私は起きてるよ。千夏ちゃんって好きな人とかいるの？中学の修学旅行か。お休みって言った後にすぐ話しかけてくるやつ、なんなん。普段とは違う生活だからって浮かれてんじゃねえぞ。なあ吉田。なんだよ。静かな空間ってなんでこんなに笑いそうになるんだろうね。いや知らんがな。めっちゃ不謹慎なこと言っていい？お葬式の沈黙ってめっちゃ笑いそうになるんだ。なぜこのタイミングで笑うんだよ、怖いわ。びっくりしてちょっと漏れちゃったかも。また？いや今度は上から。まだ下からの方が処理がしやすかった。冗談やて。加藤いびきうるさいぞ。玉ねぎ鼻の中に突っ込んでやろうかな。うるせえ。一定な何しやがる。加藤がめちゃめちゃ大きないびきをかいてたからつい。ついで人を殴るなと教わらなかったか。そんな限定的な教育は受けてませんね。なあ、あれなんだ？今日ってハロウィンだったっけ？ちょっと、仮想パーティー参加者さん大丈夫ですか？あらやだ気持ち悪くてつい。ついで人を蹴るなって教わらなかったのかよ。そんなことは知らん。ちょっと何の騒ぎ？加藤吉がハッスルでもしてるの？嫌だわ、女の子二人がいるってのに汚らわしい。私は構わん、もっとやれ。なんかここに仮装してる人がいたんだよ。であれ、どこ行ったんだ？キャー。
どうした？神さん。窓の外に気持ち悪い物体が。私ゴキジェットなら持ってるから使って。ちなっちナイス。うわ、なんか火が出たよ。ごめん、それキャンプで使った火炎放射器だったわ。お物は消毒だ。でも結果的に消えてくれたぞ。やっぱり正義は必ず勝つのだ。一体何だったんだあれ。うぐ、あがが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 。は。入れた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 。アニショタ言えるところ全盾割れ敏感に青い受け攻めの受け差別格で猫たち総受けヘタレオメガバース。なんだこいつ、体を乗っ取っているはずなのに自我が強すぎる。俺の頭の中にとんでもない光景が連続でフラッシュバックする。やめろ、やめてくれ。てか幽霊とか本来見えないものがお墓の裏でプレイして肝試しに来た人にバレちゃうよってなってる。秘術でめっちゃよくね。わー、俺の自尊心が崩壊する。もう人間嫌だ。今後絶対に人前に現れない。あれ、私は今まで何を。赤美ちゃん大丈夫？急にすごい BL の展開してたけどもどうしたの。あれ、そうだっけ。いつものことだからわかんないや。いつももっとしっかりしたこと考えた方がいいわよ。こうして僕たちのちょっぴり不思議な夏は終わったのであった。めでたしめでたし。人間恐ろしい。